奥羽線は福島を起点に米沢、山形、新庄など奥羽地方の各都市を結び、日本海側の秋田で羽越線と合流。さらに弘前を経て青森に至る 487.4 キロの路線です。東北線の分岐駅福島、奥羽線はここから奥羽山脈を越えて日本海岸を目指し、途中板谷峠の急坂へ。板谷駅は海抜548メートル、吾妻連峰への登山口。急勾配の途中に駅を作るため、険しい山岳路線にはスイッチバック方式が用いられることがあります。奥羽線の板谷峠の付近にはこのスイッチバック式の駅が4カ所もあり、山道の険しさを物語っています。米沢まで途中の駅に停車しない特急列車はスイッチバック駅には立ち寄らず、強力な485系電車で峠の急坂を一息に越して米沢へ。上杉15万石の城下町米沢、市内にある上杉氏の墓地は静けさの中にここを訪れる人を迎えています。山形県の県庁所在地山形市は蔵王への観光基地。ここは寒河江方面へ向かう左沢線の分岐駅。東京と山形を結ぶ特急列車やまばとも、ビジネス客や観光客の便利な足として美しい姿を見せます。珍しい民族行事、こんな楽しい風景も奥羽路の旅の魅力でしょうか。奥羽線と田沢湖線の分岐点大曲駅は、東北新幹線が開業すると東京と秋田を盛岡経由で短時間で結ぶという鉄道の要所になる予定で、田沢湖線とともに話題を集めています。東北日本海岸の代表都市秋田、ここは日本海岸沿いに北上してきた羽越線が合流します。秋田と東京を結ぶ代表ランナー特急翼号が颯爽と出発。奥羽線は明治38年に全通、昭和50年には全線の電化が完成しました。秋田と青森の県境にそば立つ八立峠には SL 時代の古い路線の跡が残っています。
線の北半分、秋田青森間は東北と関西を結ぶ日本海縦貫鉄道の重要な部分でもあり、寝台特急や電車特急も走っています。リンゴのふるさと弘前は津軽の旅への出発点。津軽半島の十三湖にはこの地方特有の風土が描き出されています。奥羽線の終着駅青森。奥羽線は青森と秋田福島を結ぶ東北地方の重要な路線として、年間およそ5600万人を運んでいます。